私はフェニックス。法王にしてとあるお方のかつての上官さ。名前通りどんな七でもしのぎ切ってみせる。だからどんな危険な任務でも任せてくれ。失望はさせないよ。あんたが指揮官？私はフェニックス。そう、法王のフェニックスだ。あんたはこの私をうまく乗りこなせるかな？へい指揮官、今日もこのフェニックスが守ってやるよ。指揮官、なんかあったか？目がぼーっとしちゃって。あたしのポリシーは何事も一番だ。アルゼンチンの太陽はもっと大きいか？七を乗り切ることよりスリルなことなんてないぜ。来た来た、そろそろ海に出るか。ヘイ、ちゃんとジェントルマンで会ってくれよ。任務なら一番じゃなきゃダメだろ。私たちのボーナスようやく届いたな。ヘイ指揮官、新しいメールだぜ。やっと、今日も無事帰ってきたな。あっち行け、この臆病者。死を恐れない奴だけ生きる資格があるってもんだ。ああ指揮官、怖がらないで。別に生きるとか死ぬとかじゃなく、心の準備だけはしておけって言いたかったんだ。どうした？私でよければ相談に乗るぜ。あの方は尊敬しているけど、指揮官は指揮官だ。私は後ろに指揮官さえいれば無敵さ。なるほど、指揮官といると体が燃え上がるようなこの気持ちこそ愛ってやつか。こんなの感じたことがないよ。委託完了。あのさ、そろそろ私にも行かせてくれない？よし、強くなったぞ。見よ、東方は真っ赤に燃えている。強い相手はもういねえか。ち、覚えてろよ。東方は赤く。勝利をつかめとこの手が叫んでいる。